今回はですね、楽天市場からこちらの商品が届いたんですけども、見てください、こっち、ここを押すと簡単にテープが剥がせます。ここからあえて開けません。こちらからカッターで切っていきたいと思いますよ。もうこちら小さいですね。型式が ARC-103W。サイズは 500ml のペットボトルより少し小さいですね。とこちらしゃもじもついてますね。これはめちゃくちゃ小さいですね。で、手のサイズがこれでなんと 1.5 号までしか炊けないですね。これミスったな。ここちょっとカットしますね。こんな小さいと思ってなかった。思ってたんと違うわ、これ。はい、それでは準備が整いました。まずは水をこれぐらいですね、これぐらい入れて、こちら用意しましたグラタンコロッケバーガー、こちらを炊いていきたいと思いますよ。はい、それではグラタンコロッケバーガーを炊飯器にセットします。そして蓋をしますね。こちらロックですね。あとはこちらの炊飯器ボタンを押して待ちましょう。オン。どうやら炊けたようですね。ちょっと蓋を開けていきたいと思いますよ。あだだつ、ちょっと水分が多すぎましたね、これ。あつ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 い。うわ、なんか餅みたいになってますね、これ。うわうわ、きついな。はい、こちらちょっと大失敗ですね、これ。うわ、普通に食うたらよかった。はい、それではちょっと食べていきたいと思いますよ。はい、まずい。うわ、まずいわ、これ。